はようございます。速稼塾の久保でございます。まあ、入塾の方もね、ありがとうございました。そして、真摯に取り組む姿勢が、なんかね、メールから伺えて、私もちょっと嬉しいなというところでございます。でね、まあ、肝心なことっていうのは、一つを徹底的にやるっていうことから始めるっていうことなんですよね。まあ、本当にね、情報の業界って、いろんな稼ぎ方とか、いろんなビジネスがあって、こっち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 ってつまみがちなんですよ。でもそうなるとね、深掘りをしないと何もわからないばかりか、本当に分かった気になってそこで終わってしまうんですよね。それからこれ共通しているんですけども、一点集中で一個を突破することから始めないと、本当にですね、移り癖っていうのがね、ついちゃうんですよ。例えば、アフィリエイトをちょっとやった。転売ちょっとやった。SNS マーケティングちょっとやった。で、FX ちょっとやった。全部なんとなく分かったんだけども、どれも稼げないよねってことになっちゃうんですよ。でもですね、これから C のキャッシュレスシリーズっていうのをまず取り組んでいただくと、まあ基本的にはね、売上を上げることっていうのが分かってくると思うんですよ。で、次の段階でつまずくと思います。次の段階っていうのはその売上をどうやって維持させるかってことなんですよ。ここからですね、実際に目の前の人に物を売るっていうフェーズが入ってきますけども、多くの方がこれ分かっていてもできないってことになっちゃいますんで、格闘することになると思います。まあその時はね、また一緒に考えていければいいかなと思いますんで、これからね、細かく、いろんなことにぶち当たったら私の方にご連絡ください。それでは頑張ってください。失礼します。